楽天2連勝、村林と石原のホームランに熱くなる楽天ファンたち。いけるやん、今井監督有能。やっぱ今井が監督になって雰囲気変わったね。今井は少ない戦力でできる限りのことをやってるのが好感持てる。先発に初めて勝ちがついた。今世おめでとう。先発に勝ちがつくのが一番だよ。今世に勝ちついたのマジでよかった。今世もインタビューを見てて良い人だな。先発則本の穴を埋めてくれたポンセは貴重な存在。シーズン1号村林いい。あんなスイングでスタンドインとか村林のホームラン変態チックだったな。村林が良い感じで良かったわ。オープン戦見てて不安だったが、オフに背番号6もらえるといいな。石原のホームランで決まったな。石原プロ初ホームランか。石原のホームランがなかったら則本荒れてた可能性全然あるな。石原と村林もヒーローだった。今日は村林石原で掴んだ一勝。村林も石原も良かったな。村林ドラ7、石原ドラ8。高卒開始名の村林石原が躍動して勝つとか楽しすぎる。育たん言われてた高卒野手もほんと希望の一打だった。野手は全然補強してないんだから、既存のくすぶってた選手は今年チャンスなんだよな。石原は2軍なら良い打球飛ばすんだよね。難しいバントも気負わず決めてたし、レギュラー取るぐらいの気持ちで頑張ってくれ。ヒロイン則本来た。初セーブだから則本なのか。さすがにポンセはエスコンでヒーローは気まずかったんだろ。ポンセの気遣いかナイスガイやね。あのカーブ投げられるクローザーおらんやろ。則本嬉しそう。やっぱ浅村はファーストでよくね。浅村はみんなに救われたな。いつも救ってくれてたから、まあそこはなんだけど。マスターとかいう神。今日の勝ちでなんと3位です。明日は我らがエース岸やで、楽しみっすね。明日も勝って3連勝だ。頼むぜ岸。